どうも、エルザです。それでは、戦いマッチングアプリやっていきたいと思います。ですね。結構、新キャラが出てこなかったんで、先に2人ほど埋めちゃいました。いやー、マジで出てくるのが運でね。で、何が増えたかというと、まず、イベント好きさん。38歳だね。自己紹介。全然マッチングしません。本当にこれで出会えている人いるんですか？いいね来ないし、たまにマッチングしてももうすぐメッセージ来なくなるし、もう近いうちやめますと。自由業よく飲む。多分これは、あれだね、桜のやつだね。これも結構、意外と普通の文章だったね。イベント好きさんね。で、あともう一人が、ヤンキーさん、の進化系ですね。不良。不良に関しては、自己紹介。もう引退したけど、地元では頭張ってました。今でも声かければ数集めれます。自慢は、北高の厚さんと仲が良かったことです。誰やって。盗みは絶対しません。それが俺のポリシーですと。盗みは絶対しませんってか、それ普通なんだよね。お酒よく飲む。もう飲んだらいけないのね。19歳でよく飲むの時点でやっぱヤンキーとか不良だねっていうところだね。結婚の意思すぐにでも。でも意外と結婚するの早い人多いよね。こういうタイプの人ね。で、あと一人。小金持ちさんの進化系、なりきんさん。をゲットすれば、無事クリアとなりますので、最後の一人ゲットしていきたいなと思います。結構ね、後半になるとね、見た目のインパクトとか強くて、文章が普通すぎてね、あまり突っ込みどころがなかったっていう感じかな。さあ、なりきんさん出てきました。いいねして捕まえましょう。さあ、これでゲットできるかな。さあ、攻撃。お金で買えないものもあるんですね。ないっていうやつに対してね。はいはいはい。この時、1個でリーマの年収分くらいかな。あれ、時計さ、いいやつつけるのってどうなんだろうね。あんまり興味ないからさ。まあ、ステータスだよね。単純にね。寿司でもつまみますか？いいねー。お寿司いいねー。いくら食いて。あ、捕まらなかった。やっぱり捕まりにくいねー。このゲームさ、相手からいいねが来てるのに、あれ交換しますかって言って、マッチングしないの面白いよね。で、しかもその割に何回もいいねしてくるっていうね。ああ、やっと捕まったー。マジで何回目だー。もう、なりきん全然出てこないし、捕まないし、大変だったよー、もう。さあ、なりきん36歳。これさ、よく見たらさ、写真お金ちらつかせてんだね。最低やな。ネット事業、株、FX など、権利収入や不労所得で生活していますと、最近4代目の会社買いました。人生一度きり搾取される立場から脱却しよう。なんかこういうのあるな。ツイッターとかでもよく見るな。企業、副業に興味ある方は連絡くださいと。なんか出会い系のあの仕方間違ってるよね。自営業で年収2000万以上。不労所得はすごく羨ましいけどね。なぜか、恋愛とか結婚とかそっちじゃなくて、企業副業なんだよね。さあ、これで全員ゲットとなるんで、この後どうなるんだろうね。博士、図鑑が全部埋まりました。おー、
では、いい彼氏が見つかったじゃろう。よかったのう。え、まだですよ。ああ、どっかいい人いないかな。え、たくさんの男友達と会ったり、連絡取ったりしたじゃろう。はい、でもなかなかこれだと思える人はまだ見つかっていませんね。やってしまったか。やってしまったか。え？マチちゃん、これはいかんぞ。マッチングアプリの沼にはまってしまっておる。マッチングアプリの沼、何ですかそれは。マッチングアプリをやりすぎると起きる現象じゃ。毎日たくさんの人からいいねや連絡が来るじゃろ。そんな非現実的な体験が続くと自分がモテていると勘違いしてしまうんじゃ。もしいい人がいたとしてもアプリにいる他のスペックの高い人と比較してしまい、あれがダメ、これがダメとどんどん理想が贅沢になってしまう。そのスペックの高い人たちと自分が釣り合うのかも考えずに。なるほどね。博士ここでそれ言うか。そして妥協もできなくなってしまう。だってアプリには男は、まだまだ大量にいるし、ここで妥協するのはもったいないという考えになるんじゃな。だからマッチングアプリには永久に独り身で住み着いてる住人たちがたくさんいるという噂じゃ。なんだか怖くなってきました。どうしよう。今まで会ってきた男たちの中にはとてもいい人もいたはずなのに、それも見逃してしまったの。それを見逃してしまったのを、これが沼の怖いところじゃ。マチちゃん、これから相手と真摯に向き合うんじゃ。悪いとこだけ見るのではなく、いいところを探すのが大事なんじゃぞ。わかりました。危ないところでした。いや、でもさ、後半やばかったよね。そこ付き合ったらいきませんみたいなさ、不倫やらね、裏の方やら、やばかったよ。博士、見てた？これからは誠意を持って頑張り、いい男を捕めます。マッチングアプリ王に私はなる。いや、マッチングアプリは王を目指すものではなく卒業を目指すものなんじゃがの。こうしてマチちゃんのマッチングアプリの戦いはまだまだ続くのでした。プレイありがとうございました。またアップデートの予定もありますので引き続きお楽しみください。アップデートあるんだ。終わった。図鑑がまあ、こんな感じだよね。いや、まあまあ、パリピポとここら辺だと、まだ、ここら辺はね、いい人もいるからね、全然いいと思うんだけど、後半この4人はダメだよね。マジでこの後半4人はちょっといけないと思うんだよな。はい。ということで、今回はこれにて終了となります。まあ、アップデートが来るらしいけど、いつ来るのかわからないんだよね。いやー、そうだね。やってみた感想としては、もう単純面白かった。単純にね、あ、こんな、確かにこういう人いるなーとかね、思いながら見てたけど、まあ、その、やっぱね、ランダムなんでね、なんかこの、狙ってる人をなかなかお手さない、もどかしさ、なんか楽しめるかどうか大事な気がしたね。まあでも面白かったんで、ぜひ皆さんもちょっとチャレンジしてみてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。